皆さん、こんにちは。教職員支援機構、ニッツの荒瀬でございます。よろしくお願いいたします。えー、今日はあ、次年度のニッツの新たな取り組みについてご紹介をしたいというふうに考えております。ニッツは現在、新たな研修を実践していくために、研修間の転換について考えることをミッションとして捉えております。この研修間の転換について考えるため、ニッツでは次年度、 次世代型教師研修開発センターという新しい組織を設置いたします。このセンターでは各教育委員会から派遣していただきました方とともに教師研修の研修間の転換につながる研修について模索していきたいと考えております。センターでは筑波にあるニッツにおいて 新たな研修を共同開発し提供していくということになります。また、それだけではなく、各教育委員会から派遣していただいた方々の研修マネジメント力の向上や、派遣元の教育委員会での新たな研修の構築も狙いとしております。都道府県から派遣していただいた方々は、1年目に3つに来ていただいて、研修提供業務に携わりながら、 研修マネジメントについて探究的に学んでいただき、並行して次年度の派遣元での研修を計画していただくということにしております。2年目には派遣元に戻っていただいて、派遣元の教職員に対して新たな研修を提供していただくとともに、その成果を日津や自治体の共有財産にしていただくということを考えております。教育委員会と共同し、 こういったサイクルを今後数年間にわたって継続していく中で研修館の転換を全国の教育委員会等と一緒に考え新たな研修の実践の輪を広げていきたいというふうに考えておりますここでいう研修館の転換でありますけれどもそれについては全国の皆さんと一緒に考えていくことだというふうに思っておりますただ一つ言えますことは 一昨年11月の中教審の審議まとめにありましたように学びに専念する時間を確保した一人一人の教師が自らの専門職性を高めていく営みであると自覚しながら誇りを持って主体的に研修に打ち込むことができるという姿の実現これを目指していくということまた教師の学びの内容の多様性と自らの日々の経験や他者から学ぶといっ た現場の経験も含む学びのスタイルの多様性を重視することを具体的な形にしていくこのことについては我々としても持続的に考えていきたいというふうに考えておりますコア研修について申し上げますと研修館の転換を特に象徴するものとして次年度コア研修という研修を実施いたしますこれは 教師が主体的に時には対話を通じて自己の実践や価値観を振り返り必要な知識等の獲得をし実践しまた振り返るといった探求的なサイクルへとつながるように実教師研修のあり方を捉え直して探求型の研修として提案するものであります中央研修の一丁目一番地に位置するというふうな捉え方をしておりまして一年間 あるいは2年間をかけてプロセスとして行われる研修と多くを実施していきたいというふうに思っております。教育行政リーダー研修についてでありますが、次年度から中央研修の中に教育委員会の課長級など幹部職員等を対象にした教育行政リーダー研修を新設いたします。 自治体が違うと、教育行政のあり方は想像以上に異なっていて、教育行政リーダーが情報交換をしながら、その知見や資質能力を深めることは、教育行政の質を上げる上で大変重要だと考えております。これまで、教職員研修といえば、初任者から校長までを対象としたものを早期しがちでありましたが、 この研修を創設することにより、研修の対象の幅を広げたいと考えております。本日いらっしゃっておられる皆さんにも、ぜひご参加いただきたいと考えております。これら新設される研修に限らず、校長等向けの中央研修についても充実を図ってまいります。一つは、4泊5日の集合研修の後、数ヶ月後にオンラインで再度集まる、 インターバル研修を思考的ではありますけれども、各職会で1回ずつ取り入れたいと思っております。1回の集合研修で完結するのではなく、再度、共通の課題について話し合う場、共有する場を設けることで、実践への機運と振り返りの質を高めたいというふうに考えております。 また、幅広い受講ニーズに応える観点から、各職会で1回ずつ、集合型研修とは別に、完全オンラインによる中央研修の提供も予定しておるところでございます。まあ、ほんの数年前までは、教職員研修といえば、集合して行うものが中心でありました。コロナ禍の中、デジタルを活用した新たな教職員研修の形が広がってまいりました。 日図ではすでに20分動画、10分動画といったコンパクトに知識を得られるオンデマンド動画を令和3年度末までに191本作成いたしまして、200万回以上のご視聴をいただいております。今後、動画のバリエーションを増やし、本数を増やしていくといったことも考えております。 また、教育委員会、大学等が良質なオンデマンド動画を作成していただく参考となるよう、オンデマンド動画の分類事例集を作って提供する予定でございます。日津では本年度から引き続き文科省と共同して、教育委員研修プラットフォーム、履歴記録システム、 の開発にるこのプラットフォームを活用することで全国の教職員研修への支援を一層充実していきたいというふうに考えております。えー、最後になりましたが個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実を通して主体的対話的で深い学びの実現を図ることが求められております。 新しい学習指導要領に示されたこの理念を実現していくために具体的にその場を展開していくことになる教師の学びもまた新たな学びに展開していくことが必要であろうというふうに思っております。教師の学びは子供たちの学びと相似系であると考えその形をどういった形で実現していくかということを我々としても模索してまいりたいと思います。 これは私たちだけが考えるのではなくて、全国の皆さんと共に一緒に考えていきたいと思っております。今後も引き続き皆様方のご支援、ご協力を心からお願いするものでございます。ありがとうございました。